クリハランは、シダ植物門、ウラボシカクリハラン属の植物である。大柄な単葉の葉をつける。クリハランは、ウラボシカに、いくつもある単葉の葉を持つ、シダの一つで、日本産のものの中ではやや大柄な方に属する。地上から立ち上がる葉をつけ、その質が、薄いが固くて、艶がある点で、かなり目立つシダである。地上に生えるか、岩の上に着生状に出る。 根茎は細長く肺、輪ペンがあり、ややまばらに葉をつける。葉は、長さ3 0トルから 70cm 以になり、そのおよそ3分の1くらいが傭兵である。葉はほぼ立ち上がり、先端がやや斜めになる。葉心はほぼ非心型で、先端は A 戦闘、つまりやや細く突き出す。葉心の基部の方では、葉心が傭兵に流れ、傭兵にヒレが出たようになる。 洋芯は薄く、紙質で、触るとパリパリしたような感触がある。主軸は表裏の両側に盛り上がり、側脈の主なものもはっきりと刻まれたように見える。表面には密着した輪辺がある。胞子脳群はほぼ円形で、主脈の両側にやや不規則に数列にわたってつき、ほぼ葉全体にわたるが、円沿いにはつかない。名前の由来は薄くて、側脈がはっきりした葉の感じが栗の葉に似るため、 別名を裏星、星一つ葉とも言う、森林内の木陰の岩の上に生える。特に湿ったところが好みで、水のあるところに出現することが多い。水流の少ない渓流脇や、時には、溶水路にも出てくる。条件が良ければ人里近くの茂みの下などでも、見られる。大柄で塊になって、生えるのでよく目立つ。日本では、本州の関東以西、九州までと沖縄本島に生育し、 アジアでは、朝鮮、台湾、中国からインドにかけて分布する。この種は、変異が多く、いくつかの変種や種が記載されているが、それらの扱いについては、判断が確定していないようである。国外の禁煙種についても分けるべきかどうかの議論がある。規定もいくつか知られており、中でもハゴロモクリハランタ川は、葉の基部側側,側面から、多数の突市部分を出して右上になるもので、 時に栽培される。この属には、日本ではもう一種、矢野根下田川があるが、外見は大きく異なる。なお、やや似通った姿の植物に、栗原の名を持つ植物がいくつもあるが、いずれも別の属である、以下のようなものがある。ありがとうございます。